こんにちは。一緒の感じですか？です。中は、性質は一緒ですけど、あの趣がちょっと違うんで、よかったらどちらも、はい、入ってみてください。言わんたと思う。よかったね、テーブルで。軽いかわいい、これも軽い。ビール小さいな。もうちょっと大きイカと、なんやろこれ、イサキ、なんやろ
地魚2種、イカとエビとしか書いてないな、この品書きにはな。ちょっと分かりにくいな。この魚って何なんですか？マグロ。ここの。あ、それはちょっと。何ですか？こちらはマグロと水白。イカ？はい。と、死んでいいかな。マグロ、イカ、エビの、エビやね。これ、タイ。この、わからないです。はい。いいです。魚釣り焦っていく必要全然なかったな。あんなやったら9時から釣れるんだけどな、8時ぐらいから行ってもよかったんだよな、うん、なんかそんなあの子らが言うてんねんから分からへんね。9時から釣れる、あの子らが言うてんのかよ、うん、何や、なんか地元の人が来はってなんか言うてはんのかな。ミイラーの、あ、そうか、出たらあかんな、うん、よ外行かれへんわ、寒くて。うまいな、こんな格好だしな。パパなんかこんなん絶対行かれへん。パパなんかそんな格好絶対ねえ。うまいな。木下酒造、玉川あるやん、うん、玉川飲んでみる。アワビを動かなくなるまでじっくり焼いてから一度ひっくり返して思っても、え、あ、びっくりした、怖い、何やこれ、思ってもう軽く焼いてください。バターは、あー、でもどうしよう、こっちが置いとくわ。そっちがやったら余計怖いやろ。どうしようも、ちょっと離れといたらええにやんがいな。店の名前が書いてあるな、うんうん、店の名前が書いてあるな、珍しいな、うんうん、木下酒造とは書いてあるな。これもいいですかって言うの。ちょっとあれやな、サワラチンジンジンです。いうのもええの、え、うん、もうひっくり返してくれた、
あ、このでも豚大はやっぱりええな、うんうんうん、間違いないな、程よく歩いて、うん、あそこからちょうどいい感じ、ハイウェイとも近い感じですね酔うてるからなふらっと帰って、うん、程よい距離や、ほんまや、あ、すいません、お酒なんですけど、日本酒で多摩川の1号を噛んで、はい、熱かんで、ちょっと熱いメニューお願いしていいですか、はい、お風呂上がりとお風呂入ったけどね、何しようかな、食後に丸して、俺いちごミルクにしとこう、なんなんすか、アイスクリーム、アイスクリームと思うで、何しよう、立花の蜂蜜にしよう、ごちそうさま、ごちそうさま、部屋帰ろうかも、うん、はい、持った持った、いちごミルクと何やこれ、橘蜂蜜いうの、電気ついてるからやってる、これはあれか、湯豆腐か、うん、ゴールデンウィークやね、大型やったら10連休って、たんな、うん、
私は関係ないけどな、うん、そんなんででも動かなあかん人はかわいそうや、うん、なあ、そういう連休じゃないときに動くのはなあ、うん、賢い。サバ美味しい。うん、美味しい。ごちそうさま。はい、行きますか。よいしょ。